写真集の記事読んだ？あ、日刊さんのね。嬉しい。ぷーちゃん今日は泣いてない？そう、なんかさっきめっちゃ吠えたんですよもうありえんぐらい吠えて、だからちょっと怒りました。リオがしこらこらって怒ったら静かになった静かにって怒ったらおとなしくなりました。こんばんは。広島大学学園祭、お嬉しい。そう、お仕事があったので。ちょっとね、リオは今頭がねこんがらがってる。あの、なんかなんて言うんだろう、一気にやらなきゃいけないこととか、やらなきゃいけないことっていうか、なんだろう、こう一気にバーンってくるんですよ同時に来るから、わーってなる。ちょっとギフトありがとう。前髪綺麗？嬉しい。なんか初めて言われた、前髪綺麗って。ちょっと今日はいい感じに統一ん？均等か、均等ですね。幅が、前髪の幅。確かに今日まつげいい感じかも。あ、読んでくれた？今さ、ここにさ口内炎ができました。ここに口内炎ができた。噛んでないのに、いや噛んだかもしれん。どうだったっけ噛んだっけ、噛んだかもしれん。ちょっと噛んだことも覚えてない。噛んだかもしれん。いい人ありがとう。ゴリツン？いや、まだね、名前は決まってないんですよ。でもあの子はあっちの部屋にいる。今。リオの机の上にいる。いい人ありがとう。いや別に一つのことでこんがらがってるわけじゃなくて、もう大量にあるんですよ。いっぱいあるから、それが一気に来るとうぎゃーってなる。うぎゃうぎゃ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 うぎゃ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 。てかギフトかわいいね。ケーキやん。かわいい。今日暑くなかった？え、今日ね、夏かと思った。夏が戻ってきたかと思いました。今
びっくりした。うん、夏が戻ってきたったよね今日。びっくりしたんやけど、めっちゃ暑かったよ。めっちゃ暑かった。お、写真展パネルゲットした。お、嬉しい。パネル、パーソナルカラー知ってるの？ん？パーソナルカラーってなんだっけ？パーソナルカラーってなんだったっけ？似合う色？ん？パーソナルカラーってなんだっけ？ゲットありがとう。昨日もね、眠いのに寝れない現象が起きて、そう、眠いんですよ。めっちゃ眠いのに、あの、全然寝れないみたいな。昨日そうそうです、脳内の整理整頓をしてます今机の整理整頓みたく、脳内の整理整頓が必要です。ゆふたありがとう。クーラーつけてる？いやでもそんぐらい暑いよねまだ。なんでなんで、もう10月だよ。広島だけじゃないのか、暑かった。うちのおばあちゃんと一緒のことになる。おばあちゃんと一緒。受けるんだけど。うん。そう、眠いのに寝れない。おもろい。ゆうたありがとう。脳内をリセット。ズーンツツツツチ、ズーンツツツツチ、ズーン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 、チャチャラチャラチャチャチャラチャラチャチャラチャチャチャラチャラチャチャチャラ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 。そういう時はビギナー踊るとスッキリする。そうなの？初めて聞いたんだけど。ビギナーを踊るといいの？僕らは夢見てるか、未来を信じているか、怖いもの知らず、見逃し知らず、無抵抗なまま、本当に可愛くなった。リオが急に、ありがとうございます。ありがとうございます。何見てるの？
てかね、これこのね服あるじゃないですか、このこれワンピースなんやけどね、これあの長袖じゃんこれ今これ長袖じゃん今、半袖のもあるんですよ、全く同じ。これとかもなんか全く同じの、そう長袖バージョンと半袖バージョンがあって、長袖バージョン初めて来た多分。半袖は何回もある、エプロンみたい、ダメだよ思ってもそういうこと言ったらいけないんだよ。そう長いのと短いのがある、で全く同じやつで長袖バージョンと半袖バージョンがあるんですよ。でもねこれね羽みたいなんよ、そう羽みたいでなんかめっちゃめくれる、これがめくれちゃう、羽リオツ。動画毎日見てリオに癒してもらっとるけ、毎日頑張れる、嬉しい、よかった。メイドさん、餃子食べたくなったんだかな餃子食べたいね、確かに確かに食べたい、最近全然食べてない餃子。餃子包みたいな自分で、あのあれ好きなんですよ結構、ああいうなんかこういうなんていうの、細かい地味な作業もあの最初の10分ぐらいはいいちょっとずっとやっとるとちょっと飽きてくるから、まああれだけど、餃子包むのやりたい。そうハートの柄なんよ、かわいいでしょ。フォローありがとう。お話しかのゲスト20日ありがとうございます、教えてくれてそうだね、お話か。餃子の王将なんかね、あんま見ないんですよ。でもこの前大阪信州のお渡し会の時に、大阪行った時には結構餃子の王将見かけた、こっちにもあるこっちにもあるみたいな、結構餃子の王将ありました。なかなか行かないけど好きです、餃子の王将。確かにリオはもうきっちり包みますよ、ちょっとでもはみ出たり
ずれたりしたらやるに押す。そう、プーちゃん反省したんだよ。ちょっと、いや、優しく怒ったんですよ。こらこら、うるさいよって言ったら静かになった。受験さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。フォローありがとう。55分になったら男女読むね。大阪王将、あれ餃子の王将ん待って、リオこんがらがっとるかも。大阪で見たの大阪王将かも。え、待って、わかんないん大阪王将、餃子の王将、大阪王将、大阪王将かもしれない。リオが見たのよちょっと忘れちゃったリオに叱られたい？こらリアチュが写真集もらったって喜んでた？あ、そうなの？嬉しい。リアチュー、55分だ、壇上読むね。13位、コアラさん、ありがとうございます。12位、日傘のたっけさん、ありがとうございます。11位、フリダムさん、ありがとうございます。10位、ラクラクさん、ありがとうございます。9位、ゆずきちさん、ありがとうございます。8位、ひいらぎさん、ありがとうございます。7位、チョパーさん、ありがとうございます。6位、カープズケシ君さん、ありがとうございます。5位、あつよしさん、ありがとうございます。4位、りんごさん、ありがとうございます。3位、すずかさん、ありがとうございます。2位、よしこくくんさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 パン、昔からおじんさん、ありがとう。つんつん、見てリオね、手にもエクボできるんですよ、これたまにか、力を入れるとこによってはここに手にもエクボができるんですよ。ちょっと待って、ちょっと出したいなどうやったら入る、どうやったらできるかな手にエクボを作りたい。受験さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。そう、へこんどるやろ。手くぼですね。10月18、ちょうどリオの誕生日から10日経ちましたね。
もう16歳にはなれた？なれてない、全然なれてない、全然まだ実感してないです、正直。1位、昔からおじいさん、ありがとう。4日、あ、ショーケース。さあ、まだ出演メンバー発表されてないので何も言えませんね。ありがとうございました。主権さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。みんな花金お疲れ様でした。バイツー、みんなもゆっくり休んでね。バイツー。